なにこれ、縁結び町だって。縁結び町、島根っ子かわいいっす。台風は15。ちょ、私行きたいお店があって、そういうことでやってきました。くつろぎの若兵、若兵。美味しそう。絶対美味しいよ。でも今日さ、私さ、見てたでしょ。うん、見てた。空港でさ、朝7時からさ、アイス食べちゃったんだよ。ということで着きました。くつろぎ、ねえねえ、見て、来たかったの。あ、かわいい。甘えもんさんです。来たよ。割り子三段っていうのがね、名物なんだって、出雲そば。いいね。どうやって食べるの、この割り子三段って。書いてある。ここに書いてあるよ。一段目のそばの上に薬味を散らす、上からつゆをかけて一段目を食べる、食べ終えたら残ったつゆを二段目にかけ、空の器を一番下に重ねる。つゆのお引っ越しみたいな感じだ。そう、確かに引っ越し方式、引っ越し方式なんだね、ここはね。こちら割り子三段としじみ汁でございます。ありがとうございます、はい、しじみ汁もう一つすぐお持ちします。はい、ありがとうございます。そば、なんか一寸法師みたい。ここから有効が出てて、一段目に薬味を入れますね。はい、はい、薬味をのの字に垂らしていただきます。平たいんだよね、わかる？うんうん、丸い麺じゃないの。ほんとだね。なんか丸いそばとちょっと歯ごたえが違う。へー。2段目突入。2段目に突入なんですけど、このつゆをお引っ越しします。これでも食べたやつを、食べたやつをいくよ。うん、はい。面白いね、お引っ越し方式。ネギチョロシ美味しくない？美味しいね。っていうかこのお蕎麦美味しいよね。こちらが三段目ですね。かけて。面白いね、この食べ方。うん、美味しい。失礼します。チームカフェでございます。すごい。こちらが通いスイーツでございまして、はい、あと島根県認定の縁結びスイーツでございます。こちら白うさぎと大黒様で新番組してるんですよ。なるほど、似てる。やったね。ね、このさ、絶対この白玉美味しいと思うんだ。え、それ白玉なの？こちらはゆでたて抹茶白玉ですね。いただきます。どうですか？白玉みたいな顔して食べてますね。誰が白玉よ。この白玉もっちもちで美味しい。もち？私たちよくパフェ食べるね。本当によくパフェ食べる。え、月1でパフェ食べに行ってるよね。じゃあ全然のお餅いただきます。すごいもちもちだよ。いや、来る前の私たちの 運がさ、出雲大社行って、うん、でここの開運スイーツ食べて、うん、結構運上がっちゃってるよ。なにこれ、縁結び帳だって。縁結び帳、旅の思い出、お店の感想、ご自由にお書きください。あ、ねえねえねえ、最初はね、うん、すごいね、落書き帳。かわいい絵だね。海とても綺麗だって。台風が来ます。フグを見ました。島根っ子かわいいっす。台風は15。すごくない？ほら見て、ここ、この下から3段目。結構綺麗な字で書いてあるね。そうだよ、ほら。ありがとうございます。なんかやっぱりさ、嬉しいよね、うん、これも、うん、開運の結果。開運の結果だね。ここにありがとうございますって書いておこう。ありがとうってサインもしときなよ。アンサーメッセージ、アンサーメッセージ、ありがとう、ありがとう。ありがとう、嬉しい。なんか書いて帰るか。うん。
ありがとうございました。ごちそうさまでした。荒木優子、ドローンを飛します。楽しい。操縦士になった気持ちはどうですか？あ、怖い怖い、あ、怖い怖い。